シンデレラ2021シンデレラトーナメント優勝者の上谷沙耶のお祝いということで、やったー、たくさん乾杯、乾杯、乾杯、イエーイ、イエーイ、高いところが苦手で流していきます。はい、すごい、スローズ高いさんだ、かっこいい、すごいですね。なんか大きい画面で見れた、167cm、私が未来のスターだ、撮る。あ、1回戦、嘘、準決勝ね、うん、はい、準決勝です。マスク脱ぐタイミング失ってる。マスク抜けない。トロさんにも利用しないで。みんな綺麗にスッスッってやってますよ。邪魔になっちゃう。試合してからさ、はい、試合見るの初めて、自分のこと。一回見た。一回見ました。あ、見たんだ。はい、体でかかったです、姫川。でかって、でかいね、でかって。しかもさ、でかいのにさ、足速くない、めっちゃ足、思ったんですよ、ね、うん、あれ、こんな速いんだと思って、ね、思った思ったこんな速いんだって思いました。スタートね、はい、ぶっ飛んで、ぶっ飛びました。何だろう、なんか多分ロープワークがすごく上手いんだよね。多分ロープの反動を使えてるから、ね、めちゃくちゃ足が速い、うん、あ、あ、あ、危ない。うわー、いや、いや、これ頭バウンドする、バウンドしないと、頭バウンドしますって。こういう時マジで一回さ、はい、飛ばないのに、はい、飛ばってなる。さ、有利だよね。ロードすぐエスケープやけちゃう。届かないっていうね。一日一試合大変だよね。はい、体力的にすごい削られたんですけど、しかもこの時腰をめちゃくちゃ攻められて、あ、そうかそうか、決勝の時も腰を攻められたので、腰痛くて決勝つらいね。はい、でもしかもね、姫こそバイトグルだもんね。はい、グル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 だから、そうだね、そう、言ってる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 、やっといたから、グルグルだから。お客さん入ってるの、こういうと、これなんで言ってるの、これは、うん、あ、あ、何て言うか、これ何て言いましたっけ、何て言いました、見てろよみたいな感じで言いました。絶対優勝するからなみたいな感じですよね、なんか雰囲気ね、雰囲気ね、当初全然関係ないことしたら、今日のご飯は唐揚げがいい言ってて、これから決勝行くと思えない発言。え、じゃあ今度やろうよ、どこまで行ったら気づかれないかやつ、はい、やろう、遊ぶって、真剣だし、明らかにおかしいこと言ってるよなみたいな。だからいい感じに、何て言おうかな、入場で気づかれない程度に、白米って言っとこう。だから、あ、
白米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 また出てきた。また出てきた。なんか見たことあるよ。この時はマスク外しました。え、暑くないの？あ、めちゃくちゃ暑くて。あ、暑いの？この時ちょっと前に出ました。ほんとだ。歌なんか、あれ？歌も花火みたいなの出てましたっけ？他に燃え移らないかなって。めっちゃ不安です。どうなったらいい？お、すごい。珍しい神谷がこんなことするなんて。悪い子してるんだね。これは走るね。決勝なのによくこんな走り回れた。おうおい、2人とも2試合目ですか。すごいですよ、はい、2試合目。しかも緊張するとさ、やっぱ体力いつも削られない。そうですね、緊張すると息が上がります。わかる、体力配分が分かるんですね。はい、足攻めをしました。うん、めっちゃ足痛そう。痛そうだよね。明らかに痛そうだもん。うん、おい、あ、すごい。これはすごい。え、ちょっと足痛いでしょって。足痛いでしょって。ね、もう上半身だけでやってんのかな。すごい。まあでもね、サポートとしてテーピングしてもね、分かりやすくなっちゃうよね。試合が楽なようにテーピングしてもね。すごいの、命中率。これ狙ってんだよね。はい、狙いました。そうだよ、すごっ。これはめちゃくちゃ久しぶりに集中、うん、思った、はい、多分もう8ヶ月ぶりとかに、うん、あ、そんな、はい、綺麗。見てる、めっちゃ綺麗。これやばかった。これうん、めちゃくちゃ痛かったです。姫、もうほんとびっくりした。ええみたいな。お客さんと同じ反応してたから、セコンドで頭抱えてた。頭抱えてた。いつもセカンドロープからのなだれ式なのに、そうそうそう、からやって、もうそのね、こんぐらいしか変わらないじゃんって思いきや、もっと威力が。そう、分かる、はい、全然違うんだよね。全然違いますね。すげえ、この足で。やばい、体幹やばいね、やっぱりマイカね。すげえな。うわぁ、あー、これ足やばい。やばい、バウンドしてたな。やばどっちも引かないエルボーです、ね。うん、いや、こういう時マジでね、引きたくなるね。はい。こちらも引かない。引かない。言わないの、もう。いった、やだ。え、ごっそり、肉なんか、鈍うとしたね、なんか、ごっそりだ。息できなくなるタイプがいるから。これきついよね。村山さんが、めっちゃ怒られる。おいしい。ワードかけなくていいわって。これでも頭バウンズして。2連チャンでバウンズされる。でもグルだから、やっぱりね、やっぱりそういうことか。パワーがすごいんだよ。もう神谷も大きくなってるね、体は。大きくなった。本当ですか、うん、ありがとうございます。筋トレちょっとだけ、ちょっとだけ。ちょっとだけ。ちょっとだけ。さらに。さらに。すごい大きくなってるね。あれやと一回も取りづらくなるんだよね。うん、痛い。おっ、すっごい。かっこよ。初お披露目。はい、スパニッシュフライ初。めっちゃかっこいい。ラリアット対策で考えてきました。絶対最後の方にラリアット出すと思う。すごいね。
私も。いけいけいけ。緊張する。めっちゃ綺麗。結構綺麗になったね。めっちゃ綺麗。緊張するかもな。はい。するよね、焦るよね、はい。呼吸を整えてから。あ、ね、焦る、焦るとね。やってるよね。はい。めっちゃわかる。なんか自分もすごいお腹痛くて、うん、て自分も痛くて痛そう。あずみちゃん結構多分セコンドに跳ねてたよ、最後。あずみちゃんが跳ねてたのを覚えてる。跳ねてた。跳ねてた。なんかさ、悪意あるよね。そんな跳ねてない。じゃあ、よっしゃーってなっただけで、本当に。してない、そんなことはしてない。いろんなカメラで確認しますね。先にそんなやり方はしてない。あ、すごい。あ、綺麗だった。めっちゃ可愛かった、綺麗。ありがとうございます。なんかあの結婚式でさ、娘をさ、送る人みたいな気持ちになった。そんな気持ちになってくれて可愛い、めっちゃ。これさ、トナビ重くない？めっちゃめちゃくちゃ重かったね。あ、もう一回触ったわ。帰り、帰りたいんだ、帰り。すごい重くて、そう、重かった。海の方、もうの時もあれが良かった。あ、写真にある、2台いるよ、そう、あれが良かったな。未来のスターダムから素敵なシンデレラへとなったということで、これからは正真正銘のスターダムを目指していきたいです。タムシャに多分気づかなかった。これ気づかなかったんですよ。気づかなかったの。気づかなかったんですよ。タムシャ来てるなと思って。もうギョロギョロしちゃった。そう、話し進めてるから気づか気づか。終わる終わると思って。あ、閉めちゃう閉めちゃう。すいません。開いてきてるよって。待ってた。自分で呼んで。でもね、最後なんか出てくると思わないもんね。はい。そしてタムさん。ちょっと探してるから。探してる人いないんだもんね。私は。してるけど、でもここまで回ったら気づかない。もう後ろからいるのか。もういる、もういる。もう来てるよ、もう来てる。もういるんですか。もういる、もういる。なんかあの暗くて見えないんですよ。もうほら、いろんなこんな。あれ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 。あまずいじゃん。シンデレラトーナメント2022年優勝乾杯。タイミング、タイミング。情報じゃない、情報ですよ。なんかリングで一人でこんな喋るのが初めてだったので、落ち着いて見えてると思うんですけど、めちゃくちゃ内心テンパってて、バクバクしてて緊張してるからこそね、体重も予想ってたんだ。すごい、おめでとう。ありがとうございます。いやー、でもめちゃくちゃ感情が入る試合で、やっぱマイカはそのフューチャーの時争ってて、ずっとやり合ってて、でやっぱ同期でもあるし、でそのフューチャーでやり合ってた時はもう自分だけそのフューチャー王座が取れなかったし、シングルでは向こうは勝ってたけど自分は勝つことができてなかったから、やっぱそれだけ気合入ったし、今回こそは何が何でも絶対シンデレラになってやるぞっていう気持ちでトーナメントに挑んでました。でやっぱ足を痛めてたのは知ってたので、もうそこを狙っていくしかないなっていう、そういうことで狙いまくってヘリックスでストップでやりました。おめでとう。年末おめでとう。ありがとうございます。めっちゃでも感動した本当に。なんか試合で泣くことってあんまないし、うるってくることってあんまないのに、本当に。おめでとうってなっちゃった。おめでとうってなっちゃった。めっちゃ本当になったよね、わかる。マジで今できた。セコンドでもずっとはぁーっつって。マジで本当にそう、本当にすごいと思った。そうで、プラスその後痛みのもあったから、もうタオルで終わった後来てこうなる、本当になる、マジで。本当マジで、本当にこれは撮影で書いてるとかじゃなくて、本当にそう思った。お疲れ、本当におめでとう。素晴らしい。
本当すごかった。すごかった。何、成長がもう著しく著しくてびっくりしちゃいますね。本当に。本当お疲れですね。お疲れの先輩方のご指導のおかげで、ご指導のおかげで。嘘やん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 。その言い方は嘘やん。2021年のシンデレラになったということです。タムさんの持つ白いベルトに挑戦表明して、7月4日の横浜武道館で、挑戦が正式に決定したんですけれども、タムさんは自分がプロレスを始めたきっかけとなった先輩で、すごく思い入れもあって、今まで何度かは勝ったことあるんですけれども、ちゃんとした自分のフィニッシュで3で取ったことがないので、その師匠越えもしたいと思いますし、その白いベルトをかけてやれるってことが本当に感慨深いですし、このシンデレラになった勢いでタムさんの持つ白いベルトを奪い取ってやりたいと思います。イエイエイエイ頑張ります、ね、しかもね、ももちゃんシンデレラ優勝してさ、そっから白と挑戦して最多防御力取ったもんね。取った。だから同じ流れでいったら絶対いけるね、ジンクスがあるからね、うん、あるあるある経験者が横にいるから、ね